はいどうも、ヒデさんのドアです。廃校期コードレスマルノコ C3605DCSK なんですけれども、先日分解動画を配信させていただきましたが、今日は組み立て動画ですね。おいえ。おいえ。マジョーラー。はい、こちらできてきましたので、まぁ、ちょっとね、これを組みながら、まぁ、解説なんかなんもないんですけど、ただ組んでこうという動画を、ダラダラと、お付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずね、本体と言っていいのかな、はい、避けときましょう。ビスはある程度、まあ、長さごとに、揃えておきました。まあ、短いの3本、長いの4本、あとは全部一緒とかって感じですね。まあ、バネ部品なんかがぶっ飛ばないように気をつけてください。はい、この轟音が聞こえておりますでしょうか。所沢市はですね、飛行機、ヘリコプターが多くてですね、結構、うるさいって言うと怒られちゃうのかな。はい、すいません。はい、じゃあこんな感じで、これはフックをつけてるカバンとこですね。まあ、どうしてもこれを取る都合で若干塗装の剥がれがね、見えなくなってしまうところなんですけれども、傷つくところが一部出てきちゃうのかな。はい、まあそれは後ほど隠れますんで、これのことですね。はい、すいません。じゃあカバーを外していきましょう。ここは、ちょっと慎重にこう、取っていこう。はい。じゃあ、モーター周りのこの部品ですね。DC はですね、残念ながら、グリーンしかないんで、どうしてもこの緑のね、ここにつけるゴムなんだけど、ちょっとね、それは、ちょっと私個人的にはあんまり好ましくないんで、DA についてる黒か、黒の部品をちょっと別撮りして、ここにつけるということをやっております。はい。まあ、緑つけるようにね、まあ、黒の方が締まってていいかなと。いうとこですね。はい。あとはじゃあ、ちょっとモーターをここにガチャッと入れていくわけですね。まあ、この辺はもともと入ってたものを外してるんで、ケーブル類なんかが、なんだろう。まあ、折れ目がついてますんで、すんなりスポット入ると思います。まあ、とにかく、焦らず、潰さずっていう感じですね。順序に沿ってこう、配線をちゃんと通してちょうだいという感じです。飛行機の次は、あれですね、今、選挙運動で、ちょっと放送が、外の声が入るかも。はい、大丈夫でしょうか。まあ、この基板からこう生えてるコード、下から順にちゃんと収めていこうねという感じですね。はい、じゃあ、この下からこう、ちょっと生やした感じ。あとは今、この上から、ボディ閉まりますので、配線潰さないかなというのを見ていただいて、こう閉めるのみでございます。ここはね、特に難しいことはないと思います。パチッとはまりますと。はい。隙間がないっすね、ないですね、ないですねを確認した上で、4本止めます。4本ってことは、これですね。このちょっと長いタッピングネジの4本を使って止めます。私、組み立て動画をやるとき、必ず言っているんですけれども、まあ、このタッピングだったら大丈夫かな。ちょっと待ってね、一回やってみます。反対回し。うん、今、カツンって言ったの分かりました。カツンって言ったら、締めていくっていう、これをやってください。もう一回、音拾いますかね。今言いましたね、もう一回。もともとこのボディに切れてる山と、今このタッピングの山がカチッっていう風に合った音になります。これを感じてからギュッと、締めてあげる感じですね。これ何かっていうと、このプラスチックボディにタッピングネジを揉んでいくんですけれども、今の逆回しをせずに、やってしまうと、新しい山を作って、今までの山を壊してしまうんですよね。だから、必ず逆回しをしてから締めてあげると。あと、もう一個注意点。この穴に今、こう、ネジが、こう、入っていくんですけれども、この、なんですかね、ワッシャーみたいなのがこう、ついてて、このワッシャーが、こう、外径広いじゃないですか。だから、ネジを変な、こう、角度で入れていくと、この内側を削りながら入れていくんですよね。その辺も、こう、削らないように、こう、私の場合は、こう、親指を入れて、こっちのボディが傷つかないように、こう、入れてあげるとかね。まあ、そんな感じでございます。
はい、じゃあネジ4本締まって、まあ、コードがちゃんと生えてるなというところで、一回これ終わり、一回避けときます。はい、じゃあこのチップソーついてる側 このボディですね、これをこっちに、持ってきてください。もういきなりですけれども、このグリップの右側をもう、つける作業に入ります。このライトのケーブル、ビロビロしてるのを避けといてもらって、こうですね、この四角にこの四角をこう合わせてやる感じで、はい、乗っかりました。で、次、一番大きい、バネ見えてます、このバネをここですね、ここに入れます。これ飛んできますんで気をつけてください。しっかりと入れてあげる。で、まだ飛ぶ可能性があるんで押さえときながら、次これですね、この刃のロックをする部品なんですけれども、これちょっと構造のお話ししていいですか。ここにちょっと今グッとへこんでますよね。これが先ほど組んだこのモーターのですね、ここですね、ここにこうグッと入ることによって、このモーターがこのグッて入ってロックされちゃうから回転できなくなって、チップとの交換ができるという仕組みになってます。ちょっと説明が下手くそかな。はい、まあいいですわ。はい、じゃあですね、この飛び出してるこの角みたいなやつをここの隙間に入れてやります。はい、入れました、入れました。ここがね、ちょっと溝がついてるんで、そこにスッと乗っかってる感じで、この状態で、このはい、この部品よ、このちっちゃい部品をここですね、はい、手が邪魔、今いろいろ乗っけた部品をここでこう押さえてやってます。で、一番ちっちゃいネジ、これを使って1本しかないやつですね、ここ止めてやってください。この今ネジ止めてる向こう側っていうんですか、は金属なんで、さっきみたいにプラスチックボディだからって逆回しにして気使うことないです。普通にギュッと締めてくれれば問題なし。はい、これでもうバネ飛んでくる心配なくなりましたね。で、ちゃんとここが稼働するかなっていうのを、確認してあげてください。こことここがなんかレールに乗っかってる感じですね。はい、じゃあですね、もう結構もう完成に向かってる感じなんですけど、じゃあ最初に組んだこれの、コードの出てるのが上ですね、この向きでズドンと落としていくんですけれども、これだ、このライトを今一度この隙間に通して避けといてあげてください。これ線かますとライト消えますからぶっ潰さないように。ここ 4 点ネジがありますんで、そこがここの4点に、ちゃんとバシッとはまるような感じになります。はい、今私そんなにガチャガチャしないでスコーンって入りましたよね。おそらく入ると思います。ただ、この丸ノコ側のギアっていうのと、あとこのモーター側のギアっていうのがちょっと噛み合ってなかったりするとね、スーって入らなかったりするかもしれないんで、その時はちょっとこうちょこ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 っといじってやればスコーンと入ると思います。今これで、まあ、ぐるっと一周隙間なくボディがパオンって入ったなっていうのを見てください。少しでもケーブル類が挟まってますと浮いてるんで、その場合はネジで無理やり押し込むんじゃなくて、もう一回抜いてケーブル大丈夫かなっていうのを後戻りしましょう。はい、じゃあ、6本あるうちの4本使います。長さ一緒なんで全部大丈夫。今のこの4箇所を止めちゃいましょう。今更なんですけど、僕みたいにこの片口の長いやつ、段付きビットとかを使った方がいいと思いますよ。両口ビットだと結構傷つけちゃうんですよね。はい、ここはベアリング絡んでますので、1本ずつ本気で締めるんじゃなくて、4本均等に、締めてあげる感じですね。で、最後バシッと、車のホイールと一緒ですね、4本を均等に締めていくと。はい、じゃあ4本が均等に締まりました。じゃあ、配線か、
ちょっと画角的に反対向きにしちゃいましたけれども、大丈夫かな。はい、じゃあ行きまーす。ここですね。赤いこのビロンケーブルをなるべくこう、外側を通す。ここに角みたいなのが2本いるんですけど、この外側を通して、で、なるべく奥にこう、ギュッギュッとこう、詰めてあげながら、まあ、こんな感じかな。はい。大丈夫。こんなの見せられたら自分で組む気なくすよって言われちゃうかもしれない。はい。次、もう一本ですね。なんか黒い、なんか結構太めのケーブルがいるんですけど、これをですね、若干こっちを経由して、伝えづらい。はい。一回こっちに、かわしてやって、このね、この圧着端子のこれをね、なんかこの辺で逃がしてやらないといけないんですよ。こうやって、はい、なんかここ溝みたいなのはめます。はめて、この端子を、このちょんちょんの上、こっち、はい、こっち通して槍の、この状態でこのバッテリー端子、前後の溝をここにはめてあげて、スですね。はい、ス。乗っかるだけ。はい、ス。いや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 って思うかもしれませんけれども、まあ、こんなことを、毎日やっておりますよ。はい、次、このスイッチパネルですね。それが、ここのちょっと一番広めの溝のところに入りますんで、ここにスッと、入れてやってください。その時、この黒白の大量のケーブルをね、これをとにかくちぎらんでください。まあ、あのね、ある程度こう触ったことある人だったら、こう、その形になってますんで、ススッといけると思います。はい、じゃあススッといきましょう。ススッとね。はい、皆様、やる気をなくしていらっしゃらないでしょうか。はい、こんな感じですね。とにかく、まあ、今ここ、スッとはめてみましたけれども、まあ、とにかくここか、まあ、ここにプラスチックのね、ぼっちみたいのがいて、その内側をこう、スススッとこう逃げてるんですけど、まあ、こいつが守ってくれてるわけですね。まあ、この辺通すのが結構肝かなと。あとはま、黒いケーブルが結構ね、この下で邪魔してて、こいつがね、スッと入らないかもしれないけど、まあ、ちゃんと、適切な場所に入れてれば奥まで、隙間なく入ります。あとはこのバッテリー端子なんですけれども、まあ、さっき入れましたけど、これがね、こう、全然こう、ねじれた状態で入ってたりすると、ケーブルの、行き場がなくなったりして、あれ?とかってなるんで、その場合は一回抜いてあげて、あれ?この方向だったかなっていうのをこう、探りながらこう、入れてあげる感じですね。はい、こんな感じになってますけれども、じゃあ、こっからっすね。ちょっとある程度このスイッチとかの配線位置をね、ちゃんとしながら先に進んでいきましょうか。はい、じゃあこんな感じどうじゃろうか。はい、見比べてみてください。はい、じゃあライトの端子をもうつけておこうかな。はい、 OK で、まあ一番溝が広いようなところに逃がしといてあげてください。さ、もろもろ配線の行き場所は大丈夫でしょうか。こんな感じですね。おい、じゃあ、もう、大詰めも大詰めですね。これはここに乗っかってるダーケー。まあ、ここのスイッチにね、ちょっとこう入れてあげる感じかな。はい、ここ超気をつけるポイントですね。またこのバネを、この溝に、これちょっとね、本当にここは不安定なんですわ。こんな感じ。乗せた状態のまま、ここに滑らせて入れろと。ですね。本当に、いつ飛んできてもおかしくない状態のままですわ。はい。でしょ?はい。じゃあ、まあちょっと今左手押さえたままで、もうとにかく今からゴールを目指しますんで、皆さんお気をつけください。気をつけポイントは、まずじゃあ、この辺の配線。一番やべえのがこの、白黒の配線。あとは、まあ、この辺もなのかな。あ、ここもっすね。
バッテリー端子上あたりの配線、ここに今ボディがスススッと入ってくるんで、とにかく潰れそうなところを、むっちゃ注意っすね。はい、一通りもう最終確認です。はい、OKOKOK とかね、スイッチ入ってるなとか、スッと、はい、じゃあ行かせていただきたいと思います。まあ、このスイッチが今こうちゃんとね重ねで合うかなとか、はい、はい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 、うまいですね。はい、完璧ですね。はい、完璧ですね。はい、まあ、散々注意しましたんでよろしいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ、各所線が挟んでないかなと、挟んでればどっかがこう閉まんなかったりしますんで、はい、いいっすね。おい、じゃあ閉めていきます。大きいネジ2本が、まず、ここっすね、ここ。ここ六角ボルトのところと気をつけてください。この下の一番外側と、あと、ここっすね、ここ。はい、入りましたでしょうか。はい、閉めたところで今一度、この刃のロック動くなっていう確認してください。まあ多分大丈夫でしょう。はい、あともうこの3本で終わりですよ。あと1個忘れがちなのがこのバッテリーのところですね。ここに1本隠れています。はい、ここは最初に注意した通り、プラスチックボディ相手にも見ますので、はい、カツンといってから、締め始める。OK ですね。で、うん、おのおの動くかな、チェックしてあげてください。いいっすね。で、最後、これはどうしてもね、こういう爪が飛び出してて、傷になっちゃう。申し訳ない。これは傷になっちゃうんですよ。もう構造上しょうがないですね。でも、はめてしまえば、OK。はい、まあ、傷を隠せるっていう言い方もね好きじゃないんですけど、はい、傷は見えなく、なりましたね。はい、 OK。 はい、じゃあ、まあ、付属品、まあ、この辺入れてると思うんですけど、スーッと入れていいじゃない、完成という形ですね。はい、じゃあもちろんこの後、動作確認が必要になりますね。さあ、じゃあ最終チェックしていきましょうか。バッテリー差します。まあ、もちろんね、塗装がこう被さってるんで刺さりが悪くなるんじゃねえとかっていうのがあると思うんですけど、それはないですね。スッと入ります。ただ、まあ、どうしてもこう毎日毎日こう滑らせるものなので、干渉するところの塗装はね、剥がれてくるかもしれません。あとは個人的になんですけど、まあね、どうしても緑ボディしかないんで、ここがグリーンなんですけど、ここがな、黒とかで用意できればいいんですけど、どうしてもまあ147の、ボディなので、これはね、代わりの部品がないんですよね。現状僕たちにできるのは、まあ、ここの最初に交換したゴムをつけるまで。いいですね。はい、まあ、こんな感じで、正確に組めたと。あ、あとそうだ。はい、ライトついてるかなっていうのも、ご確認ください。はい、というわけで、こんな感じで、なかなか、お付き合いいただいてどうでしょうか。組む気になりましたとかっつって、はい、はい、まあ、こういった感じで、うちはインパクトドライバーが皆様印象に残りがちなんですけれども、丸のこう、あとなんだろうな、マルチツールとかディスクグラインダーとかいろんな工具を手掛けてまして、でハウジングだけちょうだいっていうのも承っておりますので、まあ、こうやって日々、分解組み立て動画配信してますので、チェックしていただければですね、まあ、遠方の方うちに送ってくる、千何本かかる、でうちから、まあ、送り返すのに、まあ、千何本の送料かかるとかっていうのがあると思うんで、まあ、ぜひ、俺自分で組むよって方はですね、ハウジングだけのオーダーをしてみてもいいんじゃないかなと思います。結構これをやることによってですね、今後、まあ、修理とかそういった面でもね、知識に役立つのかなと思いますよ。はい、以上秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。